GSP を通して GTN の生活サポート部で外国人のサポートをしている倉林です。1964年、これに東京のオリンピックで、この時確か高校1年だったんですけども、国立競技場に団体でね、こう行った時に、まず国立競技場にいろんな国の国旗があって、あ、世界にはこんなにたくさんの国があるんだ。で、確かその時の競技は陸上競技で棒高跳びを見たことを非常に強く覚えています。で、一番その国立競技場で忘れない思い出は、初めて外国人と英語で話をしたんです。で、その英語はですね、喋る時に本当にこれ通じるんだろうか、随分不安だった。ただそれが通じた時の喜びで、それがまあ今のその後の外国人とのいろいろなその付き合いというか仕事と原点だったなというふうに思っています。1964年のオリンピックに刺激されて、外国の企業との交渉であるとか、あるいは外国のお客さんへの営業ということを約30年近く経験しました。で、その後に中南米の国々4カ国ぐらいに駐在をしました。で、そこではこの世界にはいろんな考え方の人、いろんな宗教の人、いろんな言語の人と一緒に世界の多様性ということを学びました。社会生活、社会人生活に一応ピリオドを打ったんですけども、やはりなんかその今まで自分が培ってきた、蓄積されたものを使って社会に貢献したいなというふうに思いまして、通訳案内士の試験を受かりました。で、通訳案内士の試験を受けて、まあ、ご存知のように、2年前のいわゆるインバウンドの、こうお客さんが来なくなるまで約3年近く、通訳案内士として主に中南米、ラテンアメリカ、それからスペイン語圏から来るお客さんにアテンドしました。で、まあ、いろんな経験をしましたけども、非常に興味深かったのは、日本の観光資源というのは、実は確かに東大寺であるとかそういう神社仏閣もあるんですけれども、日常生活というのに外国の人が非常に興味を持っている。で、東京に来る外国人の方が必ず行くのが築地の場外市場でした。で、我々にとって築地の場外市場というのは、何かお正月だとかそういう時にこう買い物をするというぐらいな、まさに日常の中のいわゆるスポットだったんですけども、外国の人たちについてはそういう日常を経験する。で、その中で特に混雑、そういう混み合ったところをこう一緒にこう歩く。で、日本の場合には非常に安全だし、だから安全なその雑踏といいますかね、それをこう歩くということが、実はそこがものすごく観光資源だということに気がつきました。ですから通訳案内所をやってみて、外国人の目を通して一体日本の我々が気づかない価値、魅力、そういうものを学ぶ、知るという貴重な経験をしてきました。GSP に関わろうと思ったきっかけなんですけども、まあ、今お話したように外国の方といろんな経験をしてきました。あるいは商売を通して、あるいはその海外援助を通して、で、そういう中でやはり日本に来られている外国の人で、通訳案内士の仕事っていうのはインバウンド、すなわち日本に旅行に来ている方、短期の方で、しかしその他に日本にですね、定住する、あるいは長期に滞在する、で、こういう方がやはり日本に来た時に戸惑いであるとか、それから不安であるとか、いろんなことを感じると思うんですね。で、そういうことをやはりこう手助けをするというそのシステムということがこの GSP だということを伺って、であれば今まで自分が通してきた、培ってきた経験が何か生かせるんじゃないかと思いまして、このプロジェクトに参加した次第です。今GSP にですね、所属をして実際に外国人のサポートの仕事をしています。で、やはりその過程でいろんな、やはり外国の方が日常の中で困っていること、悩んでいること、いろいろあります。で、それは日本とその方が来た母国との生活、あるいは制度、この違いです。で、そういう中で
難しいっていうか気をつけてるのは、やはり日本に来た人には日本の仕組みであるとか制度をやはり守っていただかなきゃいけないと、と同時にその人たちがなんで日本の制度であるとか仕組みが母国と違うのか、でその辺のところを分かっていただく、でこれができるとやはりその日本での生活というか日本での夢というかそういうものが実現しやすくなるんじゃないかと思って、まあ、微力ながらそれができればと思って今サポートさせてもらってます。で今 GSP として外国のサポートしてるんですけども、やはり外国の方が日本で制度の違い、それから習慣の違いで戸惑うことが多々あります。でやはりその方々が日本である程度期間の長短はあるにしても日本で住むわけですから、やはり日本のやり方、日本の制度、これをやはり理解して習得してもらわなきゃいけないと、その時に我々としてはやっぱりその方が理解をしてもらうということに努めると、でそれと同時にですね、やはり外国の目を通して外国人の方の目を通して一体日本を見た時にやっぱりどこが違うのか、あるいはどこのところに我々として気づかなければいけないのかと、でこういうようなことってやっぱり多々あるんですよね。でそういうようなことをやはりこの GSP の所属することによって今後も多少なりとも相互理解に協力できればなというふうに思っています。